今日はですね、テーブルソーをね、ちょっと紹介しようと思うんですけどね、まあ、ついでに、いろいろね、ちょっと楽しんでるんですけどね、アイデアをね、ちょっとご紹介したいなと思ってね、はい、今、これね、まあ、コントローラー兼ね、スイッチなんですけどね、はい、下に丸ノコがね、まあ、固定して、テーブルにね丸ノコを、固定して、テーブル層にしているということでね、ちょっと動かしてみますね。はい、これを回して、ちょっと木くずがね、はい、これスライダックですね、まあ、なんかサイリスタートライアックがね入ってますから、モジュールがね売ってます。はい、数百円でね、250円ぐらいかな、もうちょっとかな。はい、でね、これも2つぐらい作りました。はい、何でもね、電動工具のねパワーコントロールも使えるし、調光器ですね、照明のね明るさの調整にもねいろいろ使えます。これがねコンセント挿せばそのまま100ボルトで動くものであればね、まあ、工具関係とか照明ね、がコントロールできるということでね、はい、テーブル層ね、ちょっと裏面とかね、ちょっと写真でね、裏面、はい、裏面はこんな感じになっております。はい、はい、マキタのね、500ワットちょっとのね、丸のこうね固定する形になってます。はい、これ私ね、まあ、中古のね、リサイクル品をねちょっとあったので、たまたま購入してね、もう全部込みでね、4000円以下ですね、4000円もしなかったんですけどね、はい、まあ、ちょっと危ないような感じなので、まあいろいろねちょっと修正を加えてね、カスタマイズしてみたというところですね。はい、まあいろいろね、やってるんですけど、カスタマイズするのに、はい、まず T 定規がねいるんでね、はい、ちょっとこう前に持ってきましたよ。これ T 定規ですね。はい、T 定規、これは自分でね、直角をちゃんと出して作った T 定規ですね。はい、ちょっとこれね、写真があるんでね、はい、これですね、はい、T 定規ね、これをずらすことによって、まあ、まっすぐね、木が切れるということですね。はい、こういうことをやったりですね。はい、あとはね、はい、これ100円ショップでね売ってるんですけどね、はい、どうしちゃった、はい、これが現物ですね。はい、100円で売ってますね。100円だったと思いますけどね。はい、これを今4つぐらい持ってるんですけどね。はい、これね、絵を見ていただくと分かるんですけど、ね、万力なんですね。万力を自作したインシュロックとね、木切れでね、万力を自作してね、まあ、電気工作に使うんであればね、まあ、ちょっとぐらいのいろんな木工加工でもね、使えます。はい、これでね、十分使えますね。これがこういう形でこれだけですね。あ、見えますかね。はい、こういう形でこれだけですね。これに、はい、またこの万力をね、こういう形で使っていると、見えないかな、こういう形でね使ってます。はい、ちょっと分かりにくいかも分かりませんけどね。はい、
やるのはね非常に面白くてね、はい、他にも、ね、はい、さっき裏が横裏みたいな見たな、はい、はい、真裏から見た、これ先出したんですね、はい、真上から見たね感じ、 T 定規を前向きで今固定してますけどね、はい、まあ、前傾はこんな感じですね、はい、まあ見ていただければね、まあ勘のいい方多いと思うんでね、はい、大体あこうかなってご想像いただけるんじゃないかと思います、はい、ちょっとしたね加工であればね部屋の中でもできるんでね、掃除機でねすぐ吸い取る、または下に箱を置いたりねシートを引いてね、まあ細かい、木切れがねあんまりたくさんだとねちょっと部屋の中ではねあと片付けが大変なんですけどね、はい、今これでね、いろんな加工がねできるようになりました、はい、たくさんのものがねすぐできます、はい、ちょっと最近ねちょっと作ったものがねあるんでね、はい、ちょっとここねこれちょっと置いて見えるかな、はい、これバッテリーをねバッテリーをポータブル電源にしただけなんですけどね、もうちょっとオートバイのねバイクのバッテリーが古くなったんで交換したんですけど、まだ十分使えるんでね、はい、これをね、ポータブル電源化してみました、はい、まあ使用目的はね、まあ、12V で使うものなら何でも使える、まあ、こういうね、エアコンプレッサーですね、はい、これリチウムイオン電池を入れたりしてねいろいろやってるんですけどね、はい、やっぱこれが車何台か、はい、非常に電流がね取れるんでね電流が取れるんで、便利がいいですね、はい、リチウムイオンでね、電源もねちょっと作ったんですけどね、はい、もう一つ、こんな感じでね、はい、ちょっと作りました、はい、これはねリチウム電池3本でね 12V の電源にしてるんですけどね、はい、USB でね充電が今できるように、ここ今分かりにくいはいはい、今こんな感じでね、はい、ただ実験するとですね BMS ですね、バッテリーマネジメント過放電、過充電をね防止する基板をね入れるとね、これ20アンペアなんですけどね、エアコンプレッサーはねちょっと、動きませんね、ちょっと短絡の判断になってしまうようでね、はい、短絡の判断のようでね、ここに BMS をね、これは、Amazon で売ってますけどね、中華製のね、基板が入っておりますが、はい、まあ、大電流はちょっと取れないのがね、ちょっと難点でね、はい、もう一つちょっと故障したね、モバイルバッテリーがあったんでね、基板だけね、これ取ってね、横に18650の、まあ、電池ボックスをね入れてですね、はい、取り外しできて充電できるというね、まあ、これでこのままでも充電できるんですけどね、 USB でね、はい、これマイクロ USB ですね、はい、このまま電源もつくと、はい、これね、はい、これでつきます、これはもう全然話がねかけはまれるんですけどね、はい、充電も今満充電になっておりますね、
はい、これでも結構ね、これ 2.8 アンペアぐらいあるんでね、容量がね、3.6 ボルトで 2.8 アンペアぐらいかな、はい、アワーぐらいで、だいたい10ワットぐらいの容量がありますからね、はい、結構使えます。はい、はい、さっきのね、これはね、さっきのこちらの方ですね、今 USB 挿してますけどね、はい、このまま USB じゃなくてシガライターのね、ソケットに無線機をねつければね、まあ、20ワットとか10ワットとかね、小さい無線機であれば結構、はい、これで、まあ、2.7、2.8 アンペアアワーぐらいね、はい、出ますからね、はい、結構使えるんじゃないかなと思いますね。はい、ちょっとした移動運用でね、電源として使えると思います。はい、いうことでね、テーブルソーのね話からちょっとずれましたけどね、あれ、はい、テーブルソーね、はい、もう一回、こんな形のテーブルソー。作ってみました。あ、最後にもう一つね、これ前にも紹介したんですけどね、いろいろやってるんですけど、はい、ドリルドライバーね、これ何したかって言ったらね、中に18650ですね、はい、18650を3本入れてね、要はさっきの BMS ですね、はい、これをね、これをこのままを入れております。このままをね、はい、18650はね、スポット溶接してね、はい、中に、固定しております。はい、それから充電スタンドでね充電するようになってたんですけどね、もうこれ古くてね、もう最初はニッケル水素電池でね、もう本当20年以上、もう25年ぐらい経つんじゃないか思いますけどね、はい、もう動かなかったんで、最初ニッケル水素を入れ替えて、でまだあまり力がないんでね、はい、18650に変えたらね、もうすごいフルパワーが抜群ですね。 12V で動くんでね、結構パワーがあります。はい、7.2V タイプとかねのもありますけど、そういうのと比べるともう全然パワーがねあります。はい、ちょっとアイデアというかね、はい、電源をね、前はスタンドに挿してたんですけどね、はい、接触不良になったりするんでね、ハンダごてでね、この電源の差し込み部分ですね、ハンダごてで穴を開けてですね、そのまま、差し込んだところでうまく、メスの電源コネクタがね、そのまま収まりました。はい、こういう感じで、あ、落ちちゃった。はい、こういう感じでね、充電します。はい、中に BMS が入ってるんでね、過充電、過放電も防止するようになっております。はい、ということでね、ちょっと話、脇道にそれましたけどね、はい、まあ、こんな感じでね、DIY を楽しんでいるということなんですけどね、はい、参考になればね、何か、これはいいというのがあればね、まあご参考でいろいろね、DIY していただくとねいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、ありがとうございました。73、失礼します。